えいえい、遅かったじゃないか。ささ、こっちこっち。は？確か未経験だよね。でも大丈夫。面接で見た時から相性の良さにグッときたんだ。実物はもっとナイスガイだね。それじゃあパラキーコ君、よろしくね。おい、よくわかんねえけど、人違いじゃねえか？俺は日本人だぞ。え？君はこの前オンライン面接したパラキーコカズ君だろ？悪いが人違いだよ。俺は春日だ。なぜ？どうして来ないんだ？集合時間を1時間20分も過ぎてるのに。それはバックレられたってことなんじゃねえのか？ノー！パラキーコ君はそんな子じゃない。私の男を見る目は確かなんだ。オンライン面接で見ただけの男だろ。連絡もなしに初日から遅刻かましてるし、画面越しでも人柄の良さが伝わってきたんだ。凛とした瞳でハキハキ語る男でね、本当に君そっくりのいい男なんだ。どん、おお、なんか照れるな。しかし春日君の言う通り、無断遅刻は事実だ。このままでは店のオープンができない。何せ予約がパンパンだからね。他のバイトにヘルプに来てもらうとかできねえのか？私一人でやってるお店なんだ。今までは席を絞って細々と営業してたからやっていけてたのさ。幸先悪いな。パラキーコを雇って今日からバリバリお客さん入れて営業するつもりだったってことだろう？イエス、その通りさ。パラキーコ君、事故にでも巻き込まれたのかな？もうすぐ来るかな。信じたくなるあんたの気持ちもわかるが、代わりを探すか客に謝る方が現実的なんじゃねえか？代わりなんてすぐ見つからないよ。気に入った人にしか店は任せられないからね。ウェイターは顔つきが命だと私は思ってるんだ。キリリとした眉、深みのある表情、野心的な瞳、それこそ頼れるウェイターの勲章なんだ。ん？待てよ、逸材がここにいるじゃないか。パラキーコ君そっくりな頼れるウェイターの顔。君なら制服もバッチリ似合うよ。お願いだ、今日一日だけでいい。うちのお店で働いてくれないか？春日君と働きたいんだ。悪いが料理はからっきしなんだよ。ちゃんと教えるから大丈夫。注文を取って料理を客席に運ぶだけだよ。春日君とここで会ったのも運命だと思うんだ。日払いだし、まかないも出すよ。どうかな？春日君、ありがとう、ありがとう。春日君はウェイター未経験なんだよね。ああ、何をやりゃいいかさっぱりだ。それじゃあ開店までの間レクチャーするさ。ささ、こっちこっち。
ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい。はい。ああ。はい。うん？はい。
はい。ありがとうございます。ああ。春日君のおかげでライターさんと知り合えたし、今日はハッピーデーだよ。ここに来てくれたらまかない弁当をご馳走するから、また遊びに来てよ。おう、また来るぜ。さて、ウェイター探しをちゃんとしないとな。春日君ほどの人材が見つかるといいけど。経験もねえし、料理のことも知らねえ俺よりはいいやつがきっと見つかると思うぞ。ノーノー、私が大事に思っているのは人相なんだ。春日君のその眼差しと表情。バイトをバックれたパラキー国の履歴書を見た時、その顔にピンときてさ。指名手配犯みてえだな。うり二つの春日君が現れた時、奇跡だと思った。こいつなら絶対お客さんから信頼されるって。顔を見ればわかるんだ。オビさん、そこまで俺を信用してくれてたんだな。すみません、アルバイト遅れました。今日からお世話になるパラキーコカズです。ああ。全然似てねえじゃねえか。